です、今日なんですけれども高圧洗浄機絡みで超重要な洗車をする時のアイテムで、スノーフォーム、いわゆる泡洗浄、洗剤を泡のように車に吹き付けるアクセサリーがあるんですけれども、それについての動画を撮らせていただこうと思います。題してスノーフォームで最強なものはどれなのかというのを検証する企画になります。はい、これがですねケルヒャーの標準でついているフォームノズルになるんですけれども、まあそこそこ泡立つんですが、正直ねちょっと物足りなさがあるんですよね。そこでですね一発目何を検証しようかなというと、やっぱり最大手というか超有名なこれ、はい、 MJGC さんのスノーフォームになるんですけれども、これがね結構評判がいいんですよね。なので今日ちょっと買ってきたんですけれども、 Amazon でねだいたい5、6000円ぐらいなので少し値は張るんですが、その分ねかなり泡立ちがいいようです。まあただね僕も使ったことないので実際どんなもんなのかというのを見ていこうと思います。どれくらいの性能なのかやっぱり比較が必要ですよね。ケルヒャーの標準のやつとこれで今日は比較をして、まあどんなもんなのかっていうのを見ていこうと思います。ではですね早速洗車する場所に移動しようと思います。はい、移動しました。ではですね早速これの中を開けていこうと思います。もうすごいねしっかりとした箱です。高そう。先端のノズルとキャップがついてますね。ケルヒャーの変換用のアダプターかな、これは。あとゴムパッドがついてますね。でボトルですね、結構大きい。でここが一番大事な部分ですね、ノズル部分、洗剤と空気を混ぜてブシャッと出すみたいな仕組みです。あとチューブですね、まあ、こんな感じでしょう。そしてですね今回登場する洗剤は同じメーカーですね、 MJGC さんから出てる神泡というね、これ1回使ったんですけど生ら泡立ちいいので今日はこれを使ってですねこのセットでやっていこうと思います。でここは接続しました。はい、でこれでケルヒャーにくっつくような感じになってます。でですねこれどれくらい水と混ぜるのかというと10倍希釈が基本だそうなので、まあ10倍希釈ってどれくらいかというと、まあこれが 50ml だとするとお水が 450ml 入る、まあそれぐらいで薄めて使うというのが、スノーフォームの基本的な薄め方になるということです。はい、今ですね希釈作業終わりまして、全く同じに作ったものをこっちに移したので全く同じ状態の洗剤で、泡の感じを今から見ていこうと思います。で、まあ、こっち後の方が盛り上がるかなと思うので、まず標準のケルヒャーの泡立ちから見ていこうと思います。はい、スタンバイ OK です。では早速お楽しみの瞬間いきます。これ洗剤が優秀なんじゃないか説めっちゃクリーミーになってます。じゃあ MJGC を使ってどうかっていうのを見ていこうと思います。でですね今セッティングしたんですが、ここでなんかおそらくね空気の量を調整できるようになっているので、ちょっと様子見ながらやってみます。で今マックスですね、いきます。おお、なるほどね。ちょっと待って、マジでやべえんだけどこれ全然違う。何これ、怖。もう落ち始めてきてますもんね。これさ、ちょっと1分ぐらい経過してどれくらい泡が落ちるのかっていうのを見ていこうと思います。これがケルヒャーの方で2分ぐらい経過した時の状態です。はい、2分経ちました。なんか虫が紛れ込んでいる。あ、全然だね、全然まだ泡がとどまってる。ちょっと上の方は落ちてるけれども、こんなに違うんだね。こんなに違うけど虫のところだけずらーっと落ちてるこんな感じです。お疲れ様でございました。見ていただいた通りこれマジでやばいですあのモコモコのレベルが、これもねやっぱりね、そうは言ってもあのケルヒャーの標準搭載のフォームノズルなのでそこそこ泡立つんですけれども、全然違う。泡の質感が全然違くて、泡が
めっちゃとどまってました。はい、で数分経っても全然残っているので、やっぱ洗浄効果も、まあ、間違いなくこっちの方が高いのは当然かなっていう感じはします。まあ、なんで高いかというと、まあ、洗剤って長くとどまって汚れと反応した方が、まあ、よく落ちるんですよね。なのですぐ流れて下に落ちちゃうより、そこにとどまってくれた方がいいという理屈です。はい、なのでやっぱりね、 MJJC は非常に優秀だなっていうのが今回分かりました。で合わせてやっぱこれもすごいよね。うん、ケルヒはね、あんなに泡立てないですよ、普段使ってても。なのでやっぱこれも優秀だなっていうのが分かりました。はい、ではですね、このフォームノズル最強はどれか、 MJJC さんを紹介をさせていただきました。まあ、結果大満足と、もう間違いないかなっていう感じ、予算が許すならこれありかなって思います。はい、ではですね、この動画参考になったなって方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた。